どの伝説をお聞きになりますかな。痛ましい話ですぞ。葵の集落の守り。クロードに狙われたが最後、敵に逃れる術はない。対馬を守ったクロードの話、どの話にいたしましょう。始めましょう。葵の集落の守り。敵の体を貫いた。クロードが残した数々の、どの話にいたしましょう。痛ましい話ですぞ。葵の集落の守り。勝負が的を射抜く。さあ、ゆるりと伝承に耳を傾けてくだされ。